C.L.M.I.4 のカイコロ録の挿絵、スター・ルーシー・スタンホープは、イギリスの貴族の娘である。1766年から1768年まで、首相を務めたチャタム伯爵、ウィリアム・ピットの孫にあたり、1783年から1803年までの首相ウィリアム・ピットの命でもあり、1810年頃から、中東の修道院跡に屋敷を築いて暮らした。 イングランドのケントで生まれた。第三代スタンホープ博、チャールズ・スタンホープと最初の妻で、ダイ・ピットの長女、ヘスターの子で、母親のことなる妹たちがいる。祖母の家に移った後、母方のおじのショー・ピットの家に招かれ、家事の監督を行い、外国施設の接待などの手はずを整えたり、ショー・ピットの相談相手を務め、社交界で高い地位を得た。年に、 ショーピットが没すると、遺言で、毎年1500ポンドの年金を受け取ることになった。1810年に、秘書の女性、メシスカイたちと、後にスタンホープの伝記を書く、主治医のチャールズ・ルイス・マーヨンと中東へ旅し、現在のレバノンの廃墟となった、修道院と村の後に、周囲を防壁で囲んだ庭園付きの屋敷を作り、現地人を雇い、領主のように暮らした。 トルコの男性の衣装をまとい、アイバを買って、近隣の城まで遠乗りをするなどした。24匹の猫と暮らした。スタンホープの屋敷には、フランスの女女詩人、アルフォンス・ドラ・マルティーヌや、世界旅行をした、ヘルマン・フォンピュック・ラームスカウなどが訪れた。1828年に、秘書役の女性が死んだ後も中東に泊まった。晩年は、近隣の部族に悩まされ、 1839年に訪れたイギリス領事とアメリカの伝道師によって、現地人のメ使いたちによって家財が持ち去られた屋敷の中で遺体が発見された。ありがとうございます。